然違う。札が4枚。凍ってっけど、うん、北海道風味。はい。黄色お代わりください。塩やっちゃう。これはうまい。塩コショウ。粗挽きブラックペッパー。粗挽きブラックペッパー。うわいい匂い。こっちはなんかカタカビみたいだね。これは。これはいい匂いだ。うわパワーアップだ。いやステーキミヤ、ステーキミヤよりうまい。そうです。あ、どうもありがとうございます。
今日も来る前にバッチリレクチャーを受けてここに来ました。あ、そうですか。あの今日お尾根に行きますよってフェイスブックでもやってたんで。フェイスブックは僕まだフォローしてない。あ、ここで会えて光栄です。あ、こちらこそ。わさびステーキ美味しいねってやつ。あ、今そのわさびステーキ作ってるんですよ。まさに生わさびステーキを。生わさびステーキ、まあ、素晴らしい。はいはいはい、切れたよ。ありがとうございます。どうする、お肉、え、お肉どこに寄せる。お肉、お肉そこでした。うまく美味しそうに乗せるのが難しいです。このくらいでいいんじゃない？そうだね。はい。これ塩コショウしないと。みんな笑っちゃうんかい。お箸もう一個ある。お箸。どうですか、味は。美味しいですね。一緒に写真いいですか。じゃあ一緒に動画出していいですか。あ、いいです、いいです、全然、はい、私はすっぴんなんです。あ、わかりました。いや、もういつも拝見してます。ありがとうございます。まあ、なんかやりきった感。うん、はい、乾杯です。ありがとうございます。どうも、いい記念になったね。おはようございます。5時頃ね、起きてたんですけど、まあテントの中片付けて朝ごはんの用意をします。素晴らしい。
おいい、うん、いいよ、はい、あ、いただきます、はい、いただきます。あとさ、火消して大丈夫です。うん、去年と同じくね、これ8番サイトで泊まらせてもらいました。まあ、他のテントサイトと、まあ、ちょっと離れてることもあってですね、比較的あの人の声とか、その辺は聞こえてこないので、まあ、非常にぐっすり寝ることができました。では行ってみましょう。オセルマキャンプ、すごく楽しかったですね。オセルマの小屋群を後にして、大江湿原の方に向かいます。まあ、すごいね、日打ちずっとバッチリだね。オゼルマも、オゼルマ周辺もですね、もちろん向こうのオゼガハラもそうですけど、まあ、一日一日草もみじが、進んできてますね。昨日よりもやっぱり少し濃いような感じがしますし、あの枯れた花もね、より茶色くなってる、そんな感じがします。今回はですね、まあ、去年と同じような日取りでですね、まあ、ほぼ1年後に、やったんですが、去年はまあ暑くて暑くてしょうがなかったんですけど、今年はですね、まあ、涼しいというか夜は本当寒いぐらいの、まあ、逆にですね、まあ、こういう遊びにもってこいの天気だったと思います。まあ、寒いっていうんで草もみじが進んでるってこともあるんでしょうけど、もうちょっと見たい花がねあったんで残念な気もしますけど、昨日1日目ですね、久しぶりにヌシリの小屋が復活したというので、まあ、見に行きましてですね、アイスクレープを食べて、で夜は定番のわさびステーキ、まあ、他に、まあ、枝豆だとか酒のつまみだとか、まあ、ほとんど酒のつまみなんですけど、楽しいオゼルマキャンプでした。今日も見事な、これ秋晴れですね。気をつけて帰りたいと思います。